これから北海道に行くわけなんですけど、荷物がまだこんだけあります。大洗着きましたけども、ガルパンだらけです。はい、ガルパンがよくわからない方です。はい、サンフラワーですね、無事港に着いてますけれども、はい、ご覧の通りバイク1台もいません。そりゃそうですよね。ちなみに乗用車もここ、乗用車レーン一番の先頭、誰もいない。僕は不安です。いやいやいや、もう、はい、不安でいっぱいで胸が張り裂けそうです。もう不安で不安でしょうがなくて今日は多分8時間しか寝れないんじゃないかなと思いますけど、ちゃんとバイクが走ってくれるかっていうのがまず一点。まず基本電子機が僕のもう古いっていうのと、内藤さんのさらにそこから10年ぐらい古いっていうので、まあ一応ね、あと寒さですよね。寒さ、そうですね、体験したことない気温で、はい、バイクで走り続けるということで、暴風雪になる。暴風雪になると、もうそんなあったら無理ですよね。のかな。まあ、なんとかなるでしょう。はい、なんとかしましょう。なんとかするしかないですね。はい、さあ、内藤さん、船内用の荷物を今から作るようです。はい。待ってる人。意外と天気がいいですね。マイナス45度の寒波が来てるとは思えない。すげえ水天候。ただいま入ってきたニュースによりますと、はい、年末にかけ猛吹雪や 大雪警戒、上空にはこの冬一番の強い寒気と。遠くのこの陸地は白い。怖ー。てか窓凍ってるし、これ。船がすごい揺れます。やばいな、これ。はい、苫小牧着岸しました。なんか、マイナス7度の表示ですげえ寒いんですけど、道民の方にとってマイナス7度でこう雪がないこの苫小牧というのは例外的に北海道の中では暖かい方だって言われてますね。はい、全然雪ない。なぜか丸の子を飼っている内藤さん。というわけで寿司をいただきます。はい、これが最後の晩餐にならなければいいんですけど。内藤さんがトイレ行ってるから、その間に行ってくる。サバです、僕の大好きなサバです。めっちゃうまいから、本当なんかうまくないですか。ちょっと違うします。今日は着岸して涼しくて終わりですね。はい、はい、おはようございます。かなり美しい景色というか、まあ、街ですけど美しい空ですね。はい。てか薄すぎる。いやー、内藤秀俊56歳、日本で一番元気なんじゃないですか。車内温度マイナス 4.5 度、車外マイナス 6.5、まあ、約マイナス7度ですね。昨日と同じですね。当初ここの辺りからもうすでにバイクで行く予定だったんですけれども、次のチェックポイント、宿泊地ですね、上富良野までとりあえず車で行きます。若干雪が出てきましたね。おー、抜かれた。すげー。なんか早くこういうとこ走ってみたい。走りたい。匂いというところを通過してますね。さあ、やっと求めてた感じになってきました。国道237北上中、だいぶ白くなって、しかも雪も降ってきましたね。無事にっていうか、一家内沢ってのが見えます。はい、これが怖い。この巻き上げたらドワーってくる。今車だから平気だけど。チャリに乗ってる人がいますね、富良野。チャリだな。アクシデント発生です。やばいです、これは身体極まるトラブルだ。まずい、これはね、もう旅が終わってしまうかもしれない。内藤さん、財布をなくしました。なんでこんなとこに置いたんだ俺。普通にあったというね。内藤さんとスープカレーをと何を食べます。甘口、うまいっすね。冬用急遽買いました。はい、通りでなんか書けねえなと思ったわけですよ。
さあ宿舎に着きました。誰もいないです。はい、よし、これからバイクを下ろしてこの中を走って遊ぶぞこの野郎。どのぐらい走ってくれるんですかね。さあ準備完了です。この古臭いバイク2台がなんだかすげえ2台並ぶとかっこいいぜ。キック大変。僕のおじいちゃんはどうだろう。僕のおじいちゃんはまだ元気だな。いやちょっと走っていたんですけれども、はい、だいぶこれは大変スタスタすぎてなんかまっすぐ走れない。で走ってみようと走ってみようと思います。俺はだいぶ大丈夫かな。いいっすよ。率直な感想、宗谷岬まで行ける気がしないぜ。内藤さんの FTR おじいちゃん、まさかのエンストでキックなんですよね。そこから指導がなかなかできない。こんな山の中、しかも雪です。取り残されてしまった我々は一体どうなってしまうのか。ちなみにあの宿ここですね。どうしましたか。皆さんのガソリンを一リッターいただきました。わかりました。予備ガソリンを出すことにします。ここで使い切ります。さあ、FTR エンジンかかるでしょうかね。対向車来た。かかった。スタンドにたどり着くことができました。はい、約10キロほどの道のりですね。なんとか走ってます。はい。タイヤの空気圧の調整を今やっております。エアーツ2キロにしたところ、規定 1.5 ですけども、あの、ピンが出てきて非常にこう走りやすくなってます。はい。あと、ふわふわのところは慣れるしかないですね。いやー、なんとか往復20数キロ帰ってまいりました。はい。だいぶ試行錯誤ですけども、結構きついっすね。いやでもよく走ってくれた。これゲレンデじゃなくて普通の景色なんですよね。お車が走ってく。うーん、あーだいぶいい感じ。エンジンかかんのかな車。うおうお、一晩でこれ。あー、なんて美しい世界なんだろうか。見てください、朝からこの景色見とれました。はい、いや本当美しいですね。すごい綺麗。いや本当見とれる。住んでる方にとってはですね、大変なのかもしれないですけどね、こうやってたまにアウェイで来る関東の人間にとってはですね、本当息を呑むほどスペクタクラースペクタクラー。はい、じゃあ天気もなんとか晴れてきたので、出発をしようと思います。取り急ぎですね、旭川の駐車場まで、向かおうと思います。はい、頑張ります。頑張ります。はい、こういうですね、北海道もそうなんですけども、こうした宿屋での常識なんですが、まず使ったあの枕カバーとシーツ剥がして、これあのどっかまとめて置いとけば大丈夫です。で、あとあの使ったあの奥とかですね、最初にこう置いてあるのと同じような形で、畳んで、元に戻して部屋を出ましょう。
はい、じゃあそろそろ出発です。はい、今回ですね、こちら旅の途中さん、オーナーさんですじゃ特別に僕らが来るということで早めに開けていただきました。どうもありがとうございます。はい、また気をつけて、また来ますので、はい、はい、ありがとうございます。お世話になりました。さあエンジンかかるでしょうか。さあ2発3発今車内に置いといたコーヒーをアイスコーヒーになってるかで飲もうと思ったんですよ。そしたら、まあ、コーヒー入ってるんですけどご覧のと、あ、垂れた。そう、いや、すごい雪景色ですね。たまらない、滑りたい。前方走ってるのは内藤さんです。内藤さんでも結構やばそうだな。しかしかなりの勾配ですけども、ちゃんと登ってますね。国道に出ました。はい、今ここ下はアイスバーンなんですけど、逆に我々のタイヤパターンのピンだとアイスバーンの方が走りやすくですね、今割といいペース。下り坂カーブ、内藤さんさすが元オフの出だけあって、てか、まあ、ライディングスクールの校長先生だから当然といえば当然なんですけども、なんかバランスの取り方が神がかってますよね。美瑛ですね。はい、通過します。さ、旭川に入りました。さて、じゃあここに車を止めて、ここからバイク2台で行きます。荷物2台とも満載です。出発しようと思います。内藤さんの FTR がエンストしまくりです。そしてキックなので再始動に非常に毎回手こずってしまっています。はい、街の中走ってます。結構車が怖いし、何より信号で止まるのが嫌だ。ですね、一番困るのが視界不良ですね。ここから郊外に抜けていくんですけども、だいぶ雪が降ってきました。はい、路面状況が真っ白でよくわからない、よくわかんないけども、なんか FTR 非常に順調に調子よく走ってます。まさかこんなにちゃんと走れる子ちゃんだと思わなかった。いい子ちゃんだぞ。しかし東京の運転慣れてるとですね、北海道の人たちがすごく優しく感じますね。全然みんな飛ばさないし、ちゃんと車間取ってきちんと走ってるっていうか、今追突してた僕が追突しても相手が内藤さんだからちょっと許してもらおうかな。はい、あと全部でというところを通過した。走行にもなってきました。大体今40、50メートルですね。はい、走れているように思います。ただ夏場に比べると非常に進みがゆっくりです。できないんで、死別峠ですね。道も狭くて雪も深い。シールドが曇ってるのかと思ったら内側が凍ってしまってですね、視界が真っ白です。でしかも雪が下積もっててですね、どこを走っていいかわからない状況ですね。雪がかなり降ってます。そしてですね、右側に行くはずなんですけども、
もう道が完全に埋もれてますね。まあね、こっち側が日本海側ですね。日本海側からもうかなりの吹雪が来ております。これ引き返すだったら早く引き返さないと引き返す道すらなくなっちゃう可能性があります。はい、ここが交差点らしいです。これこっから先を70キロあるんですよ。これこんなんですよ。さすがのこの特別仕様バイクでもこれは日没まであと1時間しかないです。引き返します。はい、内藤さん転倒です。やってまいりましたね。内藤さん転倒です。内藤さんで転倒するぐらいですからね。これはもう引き返すのは必死です。なんとかリカバリーしました。あ、タンクバッグ落としてる。拾いますよ。これもしかして結構大ピンチってやつですね。うわ、すげー吹雪いてきた。あ、これひどいな。すげえ降ってきた。これ大丈夫なのか。突然車が現れる。うん、いやー、あー寒い。すげえ、駐車場ですけども、現在マイナス 6.2 度ですね。この先どうするかちょっと考えたいと思います。というわけで、もうとりあえず寿司でも行きましょうか。イエーイイエーイイエーイ。とりあえずお茶いただきますね。生き返るわ。絶対頼まないぞ。はい、ここが今日の私の寝床でございます。いやーこれやるっしょ。いいっしょ。カイロプラクティック予約しました。いやとりあえず飲みましょうかね。とりあえず飲むことにします。はい、乾杯。お疲れ様でした。今日も大変でした。ありがとうございました。内藤さん、今朝も起きてきません。おはようございます。ご飯は食べないですか。そうですね。ちょっとあの血圧を血の圧に測ったら行きます。さあ出発です。マイナス 2.2 度です。あったかいですね。エンジン始動できるでしょうか。やってみようと思います。鍵穴がまず回ってくれるかな。お、回った。よいしょ。あ、うんともすんとも言わねえと思ったらニュートラルに入ってないね。よっ、入った。来い。おお、すごい。チョークなし、指導。
からの鼓動により雪を振り払う FTR、 なんかちょっと感動だ。さあ気温マイナス 2.1 度、あったかいじゃないか。今日はあったかいと言ってる感覚になってきたってことだな。よし、無事再起動成功。はい、サイドスタンドなんですけど意外と普通に食いつきますね。別に下になんか敷かなきゃってあんまないです。はい、ピカピ、トラブル発生です。内藤さん今度は鍵をなくすという。さあ日本一元気な56歳内藤秀俊、エンジン始動なるか。大変、お一瞬バイクで来るの選んだの俺なんだよな。世の中のバイクがキックじゃなくなるのもよくわかるな。第2試合開始、うん、お、もうちょっと、ですけども、今ですね、前にカブ1台、後ろにですね、バイク2台、偶然ですけども、一緒になってます。はい、このタイミングで、我々含めて5台ですね。はい、風が出てきましたね。ちょっとした峠に差し掛かっています。今日はシートを越えられるでしょうか。昨日よりはですね、だいぶ除雪がしっかりされているルートなので、リタイアはなく進めるかと思います。こんにちは。ワイドド。てか SX200? 古い。うちのステッカー貼ってくれてて嬉しい。だいぶ横風が強い中走ってます。すごい熱波で20キロ、枕まで141キロ、出発してから45キロほど走ってます。内藤さんのバイクが突然止まってしまいました。リザーブにすぐガス欠ってなんかちょっと嫌な予感がしますけど大丈夫でしょうか。こんな人里離れたって言ったらここ住んでる人たちに申し訳ないけど、場所はオトイネップ温泉のすぐ近くですね。でもしダメならこのままオトイネップ温泉に行くっていう感じですよね。こんなところでエンジンが止まってしまって誰かって感じですね。これやらせでもなんでもなくマジでピンチ。内藤さんプラグを交換することにしたようです。今撮ってはいないんですけど緊急手術をしてなんとか復活しました。はい、だいたいそうですね、今ので 3,40 分ぐらいで、固まりができましたね。はい、なんとかたどり着けるといいんですけども、というわけで引き続き復調します。トイネップに到着です。気温1度か0度ぐらいですね。このぐらいだと、まあ、あったかいって表現しますけども、融雪剤が効いてアスファルトがある程度出ますので、走行は非常に問題なくできます。だいぶ距離稼げそうですね。とりあえず、この後、あそこにあるセイコーマートにですね、行って、なんか食べます。飲まず食わずで朝から運転して、そろそろ1時です。腹減りました。はい、ここにネップ、そば。あれ？俺ここ食ったことあるような気がするぞ。そうだよな、これ、ね、食ったことあるような気がするぞ、これなんか、以前来た時にここか。今回はセイコーマート見て、
偶然知り合った横浜のライダーさんですね。はい、今年初めてですよね。今年初めて同士です、はい。はい、ここのセイコーマートイートインの間で立ち食いです。はい、今日の昼飯はこのクレープと缶コーヒーですね。はい。これからですね、正面に見える山からですね、峠に入ります。昨日しめじ峠でギブアップしたので、今日は昨日ほどの悪天候ではないにしろ、晴天ではありません。なので、どのくらいの路面状況になっているかは気になります。あとこのように凍結した道で、ぐにゃぐにゃしたところを走るっていうのはですね、非常にこう神経を使うことになるかと思うんですけども、果たしてうまく越えられるかどうかですね。しっかり気づいてますね。このくらいだったら余裕で越えられるでしょう。下りに入りました。峠は無事に越えたようです。越えたようですけど、ここから先北斜面ですね。だから路面状況が変化したのが分かるかなと思うんですけども、真っ白です。稚内まで100キロ過ぎました。強烈な風ですが、晴れてきましたね。晴れてきたって言えんのかこれ。このホロトミバイパスというところを通ろうと思います。はい、これがバイパスらしい。はい、スノーシェルター、これです。初めてスノーシェルターをスノーシェルターとして使います。先ほどのバイパス良かったのか悪かったのか、距離は短縮できたような気がしますけども、非常に怖かった。こんなに凍ってますよ、すごい。なんとか FTR も両方とも走ってます。スノーシェルターあったかいです。はい、で、自動ドアのトイレがあります。なんていい設備なんだ。ヒーター関係はここへ来て、最強の設定にします。かっこいいなこれ。行くぞ。はい、稚内に、無事到着しました。はい、途中かなり厳しいところもあったんですけども、昨日のですね、標津峠ほどではないですね。はい、部屋に入りました。はい、一人部屋ですよこれ。こっちは違いますよ。なんと今日は素泊まりなんですけども、なんとディナーついてるじゃん。やった、しかもチョコレート付き。おいぴー、おいしいよ。はい、たどり着いてですね、はい、いろいろ地元のですね、料理屋さんを探したんですけども、もう本日30日というところでどこも空いておりません。はい、なので、まあちょっとタクシー使ってどっか行こうかと思ったんですけども、もう疲れたし諦めて、ホテルで、食事をいただこうと思いました。はい、ちなみに、飲み放題でございます。はい、どうも。あ、今日はですね、内藤さんご馳走してくれました。ありがとうございます。ごちになります。はい、いやすごい、超高級黒毛和牛、超高級黒豚、そして私は白豚。はい、おはようございます。朝ですね。多分この辺が宗谷岬じゃないかな。すごい景色だな、これはもう。はい、ベッドで寝れるのはこれが最後ということになりました。まあ最後というか今日は違うんですけど、まあ、今年31日ですね、大晦日をあの辺の先端の方ですね、すごいします。はい、顔パンパンだな、なんか。
そろそろ出発です。はい、だいぶ雪が降ってきましたね。朝の晴天はどこへやら、風も吹いてきました。FTR 今日も絶好調。この氷が、氷やば、もう取れない。はい、我々の出発のタイミングでなんとですね、晴れてきました。っていうかですね、僕が晴らしたんですよこれは。はい、僕のスタンドのウェザーリポートでこう晴らさせましたね。はい、はい、ここがですね、僕が泊まったホテルあれです。はい、宗谷岬まではですね、ここからまだ25キロあるんですけども、この港の周辺によく写真で出てくるこのスノードームがあります。スノードームっていうか、これ防波堤なのかな。なんかフリー Wi-Fi って書いてある。 Wi-Fi フリーらしい。で、よくここに、まあ、夏場でもですね、テントが並んでるわけなんですけども、非常に大きいです。何百メートルあるんだろう。すごくあっちもですね、遠くまであるし、非常にこう大きいところですね。ただ下はコンクリートであちこち凍ってます。だから、まあ、快適とは言えないでしょう。はい、であと昨日すごくたくさんテントがあったらしいんですけども、一つだけびっくりしたことがあります。ゴミが一個も落ちてない。素晴らしい。本当にここで誰か野営したのか、これじゃないですよ、野営したのかっていうのがわからないぐらい皆さんきれいに下を片付けてですね、出発なさってます。はい、若井市内を走っております。若井はですね、あんまり知られてないと思うんですけども、結構大きい都市です。何でも揃いますよ。はい、今日ブクルの青山もあります。はい、皆さん宗谷岬にたどり着きました。いやー、やりましたね。途中あわやということもありましたけれども、はい、なんとかたどり着くことができました。内蔵さんに至ってはですね、学生の頃からの夢が叶ったということなので、10年越しの悲願成就ですね。あ、35年ですね。あ、すいません、10年とか10年ですよね。今年34ですからね。はい、じゃあ早速ここに宗谷岬のよく皆さん有名なですね、モニュメントがありますので、行ってみようと思います。内藤さん行きましょう。達成ですね。やったー、たどり着きました。はい、これが終わりではないです。ここからさらにここでですね、野宿するというトライアルが残ってたんですけど、やりました。皆さん応援いただいた方々どうもありがとうございます。あと僕ね、毎回ここに来るとやるんですけど、最北端のさらに最北端に行くっていう、あの岩の上が本当の最北端なんですよ。地面が凍ってて手具が打てないです。ほら、カッチンカチン。多くの方がいらっしゃっております。すごいなこれ。私の他にも FTR がいらっしゃいました。おしゃれだ。ありがとうございます。すげえ、薪ストーブで煙突立ってるテントがある。フロントパンクをここで直してらっしゃる。すごい。アドレス V125 ですよ。まだ開いてないようです。これは何か野生動物の足跡です。おお、落ちた。1台だったら見たことあるけど、4台まとまってるのは初めて見た。かっこいい。おお、すごい。
すげえ、これは、これが、これが有名な石狩鍋。やった。もちろんですけど、凍って固まって出ません。だんだん暗くなってきましたね。台数はもうこれ以上増えないのかな。しかし、テントはモンベル率が高いですね。非常にモンベルが多い。なんか雪の中にある。こっちの方まで張ってますね、防波堤まで。もうだいぶ暗いんですけども、まだ4時半です。はい、で夜明けがですね8時とか7時とかなんですよね。すごいライトアップされてますね。もう絵的にすげー寒そうなんですけどね。皆さん、これが不思議なことに寒いんですよ。レンゲさん、暑すごい、すごい発泡白い。寒い中、これが最後の食料だ。しかし、とても寒いので手がもう動かない。開けられない。こんなところに、なんとここからこうナイフを出して。これクリップがこういう風についてて、つらまであるんで、ブーツのここに、スノーブーツをこっちに入れられるんで、こうやって出して、まあ別にお菓子のスノーじゃなくてもいいんですけど、やっぱ寒いと開けられなくなるっていうのは本当は、ここあったかいんですけど、まあそこでこう、ボキッとこう開けてですね、はい。だから、なんと、ポテトチップスが出てきました。現在8時ぐらいなんですけども、風がどんどん強くなってますね。こんな風の中、テント耐えてますね。すごいわ。中にはこういう、トイレ小屋の影の一等地に立てる人たちもいます。しかし何台いるんだ、すごいな。展望台の上、こっちあるんですか、そこにあります。このテントなんかメッシュなんですよ。一応極寒用だったらしいはずなんですが、非常に風通しが良くですね、テントの中の気温が現在マイナス 2.3 度でございます。はい、こういう感じですね。カヤ状態で、上がなんかアウターなんですけど、なんかね、非常にこう風通しよくですね、気温、外の気温とほとんど変わりません。なったら、カイロを入れます。したのにめっちゃ雪積もってる。うわうわ、あーすげえ、至近距離すぎてなんか激しく顔面にいろんなものが打ちつけてきます。撤退信号が出た。すげえ長蛇の列。これはキーホルダー待ちですね。だいぶ明るくなりました。ご来光の予定があるんですけど、まあ、もう全然曇ってて日の出なんか見えません。はい、最北端で一晩耐えた FTR です。はい、というわけで、テントを撤収して、帰りたいと思います。どんどんテントに入っていきます。出発するんですけども、その前にちょっと自分がテント立てたのを前だけでも、君を探しましょう。こういうのね、これ超困る、危ねえ。ペグ、このタイプのペグがね、危ない。つまんないね、足の裏はな。
の周りだけでもいいので、来た時以上に綺麗にして、帰るというのが非常に望ましいです。はい、じゃないと宗谷岬キャンプ禁止になっちゃいますよ。はい、というわけで、今年まだキャンプする方いるも来年する人もいるかもということで、お願いします。これは全員からのお願いです。宗谷岬を後にします。はい、今日は旭川まで行くので、10時間耐久ですね。はい、まあ、南に向かうんで大丈夫だと思いたい。帰りますね。はい、一気に100キロ近く走りましたけど、カップラーメン超久しぶりにカップラーメン食べる。こういう時だと美味しいんだよな。内側の凍りつき方がすごい。内藤さんは蛍光管モルトもガス欠です。緊急ボックスを開けたいんですが、このように鍵穴モルトも凍りついてて開かない。そうですね、出ましたね。ええ、ちょっと出遅れてる。あはは、それらのブーツがぐっちゃぐちゃって汚れて凍ってます。マシントラブルです。また内藤さんの FTR が走行中に停止。ボクタンのは絶好調。じゃあちょっとなんとかしてみますか。さっき一瞬来たんですけどね、一回煙ふわって出て、あ、ちらっと撮ったけど。倒れないようにタッシーちょっと持っててもらえますか。ごめんなさい。そうそう、軽く持っててください。はいはい、軽くでいいんで。倒れてこないぐらい。内藤さんの息遣いがすげえ聞こえてくる。はい、旭川のゴール地点に到着しました。